ちょっといいかい？話があるんだ。どうかしたのか？わからない。あんたが教えて。トミーにあんたを押し付けられてから、あんたの根性は気に入らないと思ってた。契約書を取得するのに同意しただけでなく、雇われのヘルプみたいに指令を待っていたからだよ。今までのところ、仲間みたいに接してくれる。本当によくしてくれてる。ありがたいと思わないわけじゃない。けど、親切すぎて戸惑ってしまう。コンバットゾーンで学んだことがあるとすれば、見返りもなしに他人を助けるやつはいないってことさ。あんな人間のクズどもと比べないでほしいな。あの場所を汚している負け犬たちに近づこうともしないじゃないか。これまでコンバットゾーンで3年間暮らしてきた。糞尿の匂いに満ちた故郷さ。わずかな金を稼ぎ、3度の温かい食事と寝る場所も確保した。だがレイダーたちがその場所を奪った。奴らがどれだけ紳士とは真逆なタイプかよく知ってるだろ。奴らが来た後は背後に気をつけないと。襲われるか強盗に遭うか、もっと最悪な目に遭うか分かったものじゃなかった。だから苦労して稼いだキャップをどう使うべきか学ぶのに時間はかからなかった。人生を快適に生きるために仲間を買収したのさ。だからあんたが請求書を渡してくれるのを待ってるんだ。わかるよな？何も借りはない。さて、本当に信用できるのか難しいところだよね。教えてやろうか？少し時間が欲しい。あんたに借りを返すために何ができるか考えるよ。金持ちじゃないけど、きっと合意できると思う。で、結局、仲間って何のためにいるんだ？アッシズが戻ってすごく嬉しい。不安だったの。食べ物のことになると底なしだってばあちゃんに言われたんだ。いや、ようこそ。ずうずうしくないといいんだが、頼みたいことがある。医療用サンプルをいくつか寄付してくれないか。血液サンプルだけでもいいんだが。なぜ医療用サンプルが必要なんだ？研究のため。ボルト81の人々は多世代にわたって連邦から遺伝的に分離されている。この2つの集団の間にある遺伝的差異が何なのか断定しようとしている。キャップのためならやる。わかった。このために監督官からキャップを少しもらった。50キャップでどうだ？十分とは思えない。私の分け前の残りを使うことができると思う。100キャップやる。もちろん血液サンプルを取ってもいい。素晴らしい。ちょっと座って採血する。数秒で終わる。よし、ほとんど痛くないだろ。これが約束のキャップだ。ありがとう、かなり助かる。今すぐこれを準備する必要がある。あなたは連邦からのお客さんだね。私はレイチェル、ドクター・フォーサイスのアシスタントだよ。病気？それとも怪我？ボルトにはたくさんの患者がいるのか？いや、このボルトの人たちは驚くほど健康なんだ。もしそれで全部ならやることがあるんだ。加減にしろ、ティナ。こっちは12時間ぶっ通しで働いているんだ。ああ、働いていたって。そうね、イバリチラスって体力使うものね。あなた様には分かりませんよ、デルーカさん。お前らどっかに行け。空気読めよ。喜んで。分かった。じゃあ捕まれば。そうしたら監督官が逃がすわけないけどね。おい、外部の人間か？迷ったのか？トレードはこんなところではやってないぞ。ただ見て回ってるだけだ。へえ、ここでは見るもんと言ったらボロボロのジェネレーターぐらいしかないが。ああ、それと、もしジェットを持ってたら譲ってくれないかな。75キャップでどうだ？いいよ、はい。おお、ありがとうよ。ティナには言わないでくれ。またごちゃごちゃ言われるからな。
ねえ、外の人、お願いがあるんだけど。役立たずのボビーにジェットをくれって頼まれても追い払ってくれない？弟って誰のことだ？ボビーっていう名前で、お粗末だけど双子だから見た目ですぐにわかると思う。ジャンキーのくせに軽率なことばっかりやる。もし捕まったらこっちまで面倒に巻き込まれる。こんな缶詰みたいな場所からはさっさとおさらばしたいと思ってるから、面倒は困るの。ボルトから出ていきたい？ものすごく。人生にはこんなボルトなんかより大事なものがあるはず。でもテルにしても自分の意思でそうする。ボビーの失敗とは関係ない。本当のことを言うと少し責任を感じてたの。ボビーに薬を渡してるのは私だし、縛ってるのも私だから。でももうそれはやめる。あの役立たずはもう手放す。なんで薬を渡す？兄弟だし、働きすぎだから。ジェットを少し渡したら元気になる。幸せそうだし、こっちもいい気分になる。それだけ。これだけ手に負えなくなってきたら話は別だけど、危険にさらすなんて、連絡を絶つしかない。それはいい。ボビーを救うにはそれが第一歩だと思うよ。もっと早くそうするべきだったんだけど、いろいろ事情があったもんだから。おいしい食事が望みなら、カフェテリアのマリアに会いに行くといいわ。猫の捕獲ご苦労。もっと種が必要だ。この株はかなりいい。変色。ドクターペンスキー。芋がうまく成長しないよう、外気などにさらして、どのように持ちこたえるかを見てみないと。あなたなら完璧よ。新しく作ったフルーツを試してくれる人が必要なのよね。なぜ？たった今開発した新型のマットフルーツよ。栄養価が高く、放射能による毒性は取り除かれているはずよ。でも試食をしてくれる人が必要なのよね。ええよ、フルーツは好物なんだ。やったわ。どんな味か、またはどう思ったか教えて。うん。ガイガーカウンターをどこにやったのかしら。ちょっといいですか、ドクターペンスキー。そのフルーツを食べてみた？どうだった？うまかったよ。何も悪い作用は出てない。やっぱりいい進展だわ。次のバッチにすぐ取り掛からなくちゃ。とても役立ったから、他の能力面でも手伝ってもらえるかな。研究をするにはこれらの植物が必要なの。わかるでしょ？これらには何か特別な栄養が必要なのよ。特に人参とか。連邦にいるとき、肥料を見つけて持ってきてくれたら、それに対しお礼を払うわ。いいよ、そんなことでよければ。本当？それはよかった。監督官に新たに依頼を出さなければならないことを恐れていたのよ。時間があるときに見つけたものを何でも持ってきてよ。すみません、ドクターペンスキー。うん。すぐに肥料がもっと必要になる。よそ者にしてはすぐ馴染めそうね。いいピップボーイだ。もしこの調子が悪くなったらアレクシスのところに行くといい。おとなしくしてろよ。また外部の人間？何のために入ってきた？なぜそんな態度を取るんだ？外部の人間なんか信じないね。今まであんたの手なんか必要じゃなかったんだ。今だって必要ない。あんたみたいのに監督官はボルトを決して開けるべきじゃなかったんだ。なぜ外から来た人間に反感を持つ？よそ者は皆人のことを利用するからさ。あんたも何者でもない、ただのわがままな動物だ。どうしてそう言う？何かあったのか？事情を知らなきゃそう言うだろうね。ボルトの外から来た女の子に出会ったんだ。ここから連れ出してくれるって言ってたのに、有金を全て渡したんだ。彼女が外に私たちの住む場所を見つけられるようにね。数ヶ月も音信が途絶えた。通りがかりの商人がダイヤモンドシティでどっかの男と一緒だったって言うまでは
あんたらよそ者はみんな嘘つきなだけだ。自分のことしか考えていない。それあんたのピップボーイ。なあ、打ち解けた会話を求めているんだったらここにはないよ。それ、あんたのピップボーイか？ボビー・デ・ルーカが他のボルトへの秘密の抜け道を見つけたらしいぞ。戻ってきたのね。ドクター・フォーサイスと話したかは知らないけど、話してないのならあなたの助けが必要なの。子供の一人が重病なの。何かの生物に噛まれて、それでその子を助けるには戦技訓練をしっかり受けた人が必要なの。連邦の生物を知る誰かがドクター・フォーサイスと話して詳細を教えてくれるから。なぜ俺が？セキュリティがいるだろう。セキュリティが知っているのは狙いを定めて撃つことだけ。でも本物の戦闘になると経験が何もないの。レイダーやガンナーならなんとかなるかもしれないけど、生物どうしたらいいのか。お願い、あなたの助けが必要なの。すぐに会いに行くよ。ありがとう。ドクター・フォーサイスはメディカルセンターにいるはず。81に面倒なことはいらない。必要なら理髪師はここだ。あんたに必要とは言わない。なんとかしないといけない。ジェイコブ、できるだけ早くテストをしているんだ。プリシラ、何に感染しているか分かるまでオースティンの治療はできない。ドクター・フォーサイス。今じゃないわ、ボビー。そしてそこのよそ者さん、自分の番を待って。ここは緊急事態なの。オースティンはモールラットに噛まれた。それだけで十分でしょ。ジェイコブ、モールラットの病気や毒素はそんなにないはず。レイチェルがモールラットを検査している。何か見つけてくれるといいんだが。でもこれは普通のモールラットじゃない。どんな種類の病気を持っているか知る人はほとんどいない。彼は子供だから余計にひどい症状が出ただけだ。ドクター・フォーサイス、頼む。俺ならオースティンを助けられるものを見つけることができると思う。ボビー。待て、プリシラ。それは何？ボビー？オースティンが見つけたドアを知ってるか？あれを見つけたのは俺のせいだった。いや、個人的なことは控えておこう。ともかくオースティンは俺がそれを取るのを見たんだ。つまりあなたの薬。はっきり言え、ボビー。そこで何を見つけたんだ？そこは全体が特別なボルトみたいだったが、半分は朽ち果てて崩落していた。そこにこのターミナルがあったんだ。俺は中を探索し始めた。モールラットを使ってウイルスを増殖させるためのメモなんかがあった。メモにはワクチンや治療法を開発するためにそれを利用したことも書いてあった。秘密のボルト？なんてこった。そんなの聞いたこともない。ボービー、あなた天才。イカれた天才。その場所のどこかにオースティンがモールラットからもらったものを知る手がかりがあるかもしれない。そこのあなた、ボルト81のことで頼みたいことがあるんだけど、もしかしてこの男の子の命を救える？オースティンのためにやろう。良い心を持っているわ。ここにいるボビーが隠し物がどこにあるかを案内する。
どこかにオースティンの治療法が見つかるチャンスがある。もし見つけたらドクター・フォーサイスのところに持ってきて、オースティンのためにお願い、急いで。ついてこい。その辺はモールラットに気をつけろ。オースティンが感染したならお前も同じように感染する可能性がある。スペアの武器を見つけたら教えて。いいね。を遵守している市民なら危害は加えません。やった。大げさになっているだけよ。明日にはオースティンが走り回っているわ。大げさかはともかく、オースティンにできることをしてあげないと。ただ
何ができるかわからないの。私もよ、プリシラ。なぜあの子が？まだ子供なのに。すっかり元気になるわ、本当よ。ボルトテックか。異常な人間すら聖者に見せかけるっていう。嬉しいだろう、小言を言えて。私はどこにも行けないのだから。まあ素晴らしいわ、ホルト。あなたらしいわ。自分以外の人のことを考えないの。娘がオースティンみたいに病気になるかもしれないのに、家族と過ごすのに愚痴を言うの。やることがある。ここで隠れる必要はない。そんなに忙しいの、ホルト。そんなにやることがある。お願いだから、エリンよりもそっちが大切な理由を説明してあげて。いい、気にするな、バカね。あなたとスタッフたちは、全ての居住者が厳格な医学的観察下に置かれるよう念を入れるように。わかりました。しかし監督官。しかしはなし。ボルトのためよ。ドクター・フォーサイス、この病原菌を蔓延させる危険は犯せないの。わかりました、監督官。オースティンはどうしてる？よくありません。感染が急速に進んでいます。感染拡大を防ぐ手段が必要です。それなら外部の者が何とかして治療薬を持ってくるのを期待しましょう。やった。自分じゃこれほどできなかったな。ちょっと。
あんたが私をどう思ってるか分かったよ。嫌いじゃないけど、誤解を解きたかっただけ。外部の方ですね。あなたはボルトテックセキュリティですか？来るのをずっと根気よく待っていました。あんたは誰だ？感染症脆弱性診断技術ロボット、または CVRIE です。人間の科学者たちは私をキュリーと呼びます。正確には彼らがまだ生きていた時にそう呼んでいました。繰り返します。あなたはボルトテックセキュリティですか？ここのモールラットは病気を持ってる。それについて何か知ってるか？私のかわいそうなダーリン、彼らはあらゆる新種の興味深い病原菌を増殖させようとしていました。ボルト市民は新しい抗体を産生することを目的にこれらのウイルスにさらされたようです。でもこの計画が果たされることはありませんでした。クライドはこの檻から出ました。他の者たちよりも賢かった。私の愛しいクライド、彼は他の子たちも檻から出しました。かわいそうな科学者たちに生存の機会は与えられませんでした。クライドが死んでからほぼ2世紀経ちますが、彼の子孫はボルトを自由に走り回っています。まとまりのない話をしていますね。失礼しました。あなたはボルトテックセキュリティですか？ああ、そうだ。素晴らしい。ずっと前に緊急通報をしました。何か恐ろしいことが起きたに違いないと思い始めていました。83年前に主要任務を完了したことを報告できて嬉しいです。宿主であるラットでは何千もの病原菌を増殖させました。そして全員を治療するために単一の広域治療法が開発されました。何十年もの間とても満足のいく仕事でした。お願いです。あなたは私をラボから解放することを許可されていると言ってください。なぜ単純にここから立ち去ることができないんだ？口頭または書面での許可が必要です。実際はボルトテックの関係者やあなたでさえも許可することができます。あなたはボルトテックのものであるはずです。そうでなければここに来ることはできません。このモールラットはラボのラットだったのか？なぜ？そう、私は長い年月の間ここをとても気に入っていました。しかし83年前にその有用性を失ってしまいました。許可されている。あんたは解放された。最高です。ここから立ち去る希望をほとんどなくしていました。ドアを開けて差し上げます。あなたはボルトテックの代表ですから、私が開発した広域治療法を委ねます。もし私のデジタルのヒポクラテスの誓いと同等のものをあなたが持っているなら、不当な痛みを抑えるために早くそれを使ってください。しかし言っておきますが、1回分の量しか残っていません。私はもうこれ以上作ることができません。これで以上なら早く立ち去りたいです。1回分しかないのか？その通り。以前はたくさんありましたが、もうすべて期限切れです。不幸にももっと作るために必要な有機化合物は損なわれてしまいました。俺に治療薬をくれるのか？私の主な仕事は特定のボルト関係者の命令に従うことです。たとえそれが私の倫理的基盤を犯す命令だとしても。あなたは親切にも任務から私を解放してくれました。これまでの命令に直接背くことはなく、治療薬を渡すことができます。それに命を救うために治療薬を使うのだとしたら、これは嬉しい偶然の一致じゃありませんか。うまくいけば私の科学的研究を適切にもっと進めることができます。ここでの私の仕事はもう終わりました。あなたについていこうと思います。ビンゴだ。
美味しい食事が望みならカフェテリアの割合に入る。何か作ってくれる。おとなしくしてなさい。え？治療薬見つけたのか。オースティンはどうだ。彼は治療薬に耐えられそうか。君が行ってからしばらくして彼は意識を失った。これだ。治療薬を男の子のために使ってくれ。一回分しかないのか。うまく効くといいが、もし効かなければもう一度試すために分析する分がない。うまくいくことを祈ろう。あなたが帰ってきたって聞いたわ。長くはないはず。何？僕はどこにいるの？診療所だ。重い病気だったんだ、オースティン。連邦からの訪問者が君の命を救った。本当？わあ、ありがとう、おじさん。オースティンが死ぬんじゃないかと思って心配してたわ。あんな場所に行くなんて、何バカなことを考えていたの？ここでは面白いことなんて起きないんだもん。そこに何があるか見たかっただけ。ああ、私たちの友達がここにいなかったら君は死んでいた。ありがとう。彼を救うために犠牲になったことは分かっている。ドクター・ペンスキーも喜ぶと思う。私からはこの注射器をあげたい。何年も持っていたが全く使い道がなかった。彼女だけじゃないわ。ボルト全体が喜んでる。ボルトにある部屋を一つあげるわ。あなたの場所よ。メインホールの中にある。エレベーターを降りたら左よ。もう一度ありがとう。新しい環境に早くなれるといいわね。何か食べるものある？オースティンしてくれたことにもう一度お礼が言いたくて。私も含めてみんなあなたにいろいろと気づかされたわ。ボルトテックの家の近くに危険を隠していたなんて思いもよらなかった。ボルトの壁の向こう側でそんなにたくさんの人が亡くなったなんて信じられない。ボルトテックについて何を知っている？残念ながらそんなには。人生の全てをこのボルトに感謝して過ごしてきたわ。200年以上も私たちを守ってくれたこの壁にね。でも一度さえもボルトテックと連絡を取ったことがないのよ。ボルトテックの計画が何であれ、それが失敗に終わり全ての関係者を道連れにしたんだ。そうね。私たちに対して彼らが計画していたことなんて考えたくないわ。でもプラスの面としてあなたは連邦に対立している人たちに強い印象を与えたわ。よそ者も本当に信じることができるって気づき始めて、ただ単に資源を提供するよりも利益をもたらしているわ。ここはいつでもあなたを歓迎します。頻繁に訪れてくれることを願ってるわ。信用できるよそ者が連邦の人間は怖がるべきものでも避けるべきでもないことを思い出させてくれるわ。少しお時間いいですか？何年も閉じ込められていました。助けてくれたことに対して感謝の意を表するのは当然のことだと思います。人生のすべてをこのボルトで過ごしてきました。ここで学べることはすべて学びました。これからは連邦の他の地域を見に行かなければ。科学者たちの助言を求め仮説を検証するためにもデータをもっと掘り起こさなければなりません。あそこで何を学ぶつもりなんだ？ここは閉ざされた環境です。新たな変異源、ウイルスやバクテリアの導入がなければつまらないのです。医学的な観点から言うとです。上の世界はこことは比べ物にならないほど複雑です。どんな疾病を発見でき研究できるのかは誰にも分かりません。ボルトにとても役立ちそうだな。それはその通りだと思います。ですが能力の向上を求めています。ここにいては停滞してしまいます。すでに仲間はいるみたいですね。邪魔をするつもりはないのですが、一つ聞かなければいけません。
お願いですムッシュ、一緒に連れて行ってくれませんか。遠足じゃないんだぞ、何か役に立つことができるのか。もちろんです、医療器具を装備しています。もし旅の途中に負傷された場合はスティームパックを投与できます。防衛能力もあります、レーザーです。しかしあまり用いる必要性はないかと思います。では行こう。素晴らしいです、すぐに旅立ちましょう。